あ、あ、じゃあやっていきましょうか、続き。ごめんなさい、ちょっと音収録ソフトがバグってたので直しました。いきましょうか。前回の最後の神プレイが訪れしてた。マジ許されないわ、それは。それは許されない。前回良かったよね、透明の玉がすごい効きましたね、最後の最後に。きついな。通常殴りで。よし、後ろなんかいるな。こらったか。ちょ、こらったも危険なんだよな。オッケー、角抜けでも吹っ飛ばせるね。で、こっち側に鳴き声を使うとポチにも3倍鳴き声がかかるから。あ、何気に後ろのポチにもかかってる。あ、ちげえ、あいつちげえ、さっき逃したやつだわ。いる、あれ。よいしょ、あのポチ倒しに行こう。どこ行った。ちょ、ここで無駄に歩くのやだな。どこ行ったんだろう。いた？こいつじゃないな、多分な。よし、2発で逃げるようになるのいいね。ポチもなかなか可愛いじゃないか。さあ進んでいきましょうか。あのポチどこ行った。こいつやだな。連れてっか。できれば通路で人と出会いたくない。体当たり鳴き声の連結を有効活用しよう。3倍乗るから。あー、これやだな。ちょっと一発攻撃されるけど仕方ない。移動しよう。もうダメだ、ポチ1匹逃しちゃったけど、まあ仕方ない。それは清らかの森7階。まあこの先進めばもちろん美味しいやつ出てくるから仕方ないということで。いいね、ゴロンの石。ちょっとトゲピー対策とかにも欲しいところだった。メロメロ。危ねえ。ジグザグマか。当たんねえな、攻撃。ジグザグマ回避率高いわ、こいつ多分。なんだそれ。回避率ってなんだって感じだよ。狙われ始め。ろくな装備アイテム落ちてないよな、このダンジョンな、マジで。隠れ音商店じゃないと買えないっぽい、どうやら。まともなのは売ってくれないよね。あー、こいつきついな。ゴロンの石一発だな、とりあえず。よし、うん、ピクシーは強いね。経験値おいしくねえのにな。あ、ちょ、エレキット借りて。もうちょい敵湧かねえかな、これ。いった。はえ。え、今どの距離で撃ってきたんだこいつ。嘘だろ。あー、やられた。ちょっとどうしよう、お腹減った。食べ物食べながらやっていい？ごめん、あのお菓子クレープあるんだから、あるんだけどさ、ちょ、クレープ食べていい？と、取ってくるわ。やりましょうか。ちょっと鼻もかも。ちょっとまだ風が抜けてなくてすいません。ローソンで買ってきた手巻きクレープ食べながらやりましょう。いきますか。甘いもん食ったら多分頭回るぜ俺は。甘いものを食べた俺は強いぜ。
誰だっけ、うん、よし、まずは2匹、なんか罠って壁沿いにあるイメージがない、なんかいつもなんか壁伝いに歩いてたら罠を踏む印象があるんだけど、道具ないね。経験値のコスパ的にも最初の方の敵はあんまり美味しくないからどんどん進んじゃっていいんだけど、かといって進みすぎると倒せなくなるから、そのさじ加減はちょっと自分で見定めなきゃいけない。行きましょうか。ポッポね。なんもないね。アイテム。割とアイテムの引きにもかかってるからな。いかに伸ばしていけるアイテムを引き入れるか。貫通玉ね。睡眠の種。いや、ほんと今日の俺は活力あるからいくらでもやれるよ、マジで。連結箱、はい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 、神引きしていきますよ、うん、ただピップ技減り踏む可能性があるからちょっとまだ連結すんのやめとこう。ちょっとこのメロメロやだな。技減り踏んだら連結箱も無駄になっちゃうからな。やられた。お前が甘えるためのメロメロだったのか。俺に一発メロメロを、仮メロを食らわせるためにやりやがったな。大丈夫、ポッポも多分倒せる。2段階下がってもね、やっぱりそんなに、あ、ちょっと待って、一応ベトベタフードも貴重な食料源だからね。30回復するから確か。清らかな森4回。それにすぐ回移動しちゃえばデメリットも実質ないようなもんだしね。 P やだな、なんかこいつちょっとうざったいな。うざったいなって言葉久しぶりに使ったわ。 P ちょっといやらしいポケモンだな。さすがメロメロにしてくるだけはあるな。相当いやらしいんだろうな。やばい、もう階段見つけたらすぐ行っちゃうか。根気当たんないね。毒で早く敵を倒したいときに限ってこれだもんな。あー、戦いたいな。戦うか。攻撃当たんねえな。これ毒で早く倒したいときに限ってさ、毒がすぐ体に回るようにこうミスを連発する感じ。ちょ、やばくないマジで。オレンの道を一個あんのか。俺のみ食べるか、仕方ない。これはちょっと生命を生きながらえるためには、右左どっちだこれ。どっちに行っても行き止まりだな。右行くか。分身玉1個、まあ、仕方ない、そんな日もある。なるべく俺にダメージを与えないでくれ。よし、レベル上がったら HP も上がるから生きながらえる確定数一発変わるから。痛えなぁ。あ、負けたわこれ。でも無理だよね。あー、連結しとけよかったな
あー変なところで持ち腐れたせいで下手にターン数取られた。やり直しますね。ちょっともったいない病発令しちゃうな。ついもったいない病のせいでさ、あーでもそうなんだよ、もったいない病使わないとでも後半戦きつくなるからな。難しいところである。行きましょうか。クリアできねえなここは。なんかまあ水ごろでクリアできなかったノアでちょ挑戦するしかないけど、スモ悪くなかったんだけどな、まあ、運が悪かった。スモは良かったけど運が悪かった。あの毒針スイッチ割と広いフロアの最初の方で踏んじゃったのは痛かったな。もう一発、二発までなら使ってもいい。ちょっと連結箱来たらすぐ使っちゃうか。合言葉もあるし、かかってきな。フリング言わせる。やっぱ催眠中きついな。特性不眠のポケモンとかだと多分ここら辺結構比較的楽に突破できるのかな。いやでも催眠に関しては大したことないんだな。でもめんどくさいけど時間かかるってだけで、そのさっきの毒で早く移動しなきゃいけない状況とかでなければ大丈夫なんだけどな。選択玉か。まあでもここ割とベタついたアイテム落ちてるから確かに悪くないのかもしれない。こいつのメロメロボディ嫌だよな。お前発情してんじゃねえよ。お前 P なんかに発情してんじゃないわよ。こんだけいい体してたんだマジで P が。性欲の獣かマジでお前はさ。ゲームにまで性欲持ち込まないでくんない、頼むから。じゃあ行きましょうか。そんなに水頃を罵っちゃいけない。水頃じゃない、俺の性欲がおそらく遺伝してしまったこの水頃には。行きましょうか。42ポケ、うん、じゃあいきましょう。あーこいつやだな、倒せるかな。とりあえず鶴の、よしいいね。今の回避は良かった時は褒めてあげなきゃダメだ、自分のキャラクターを。おめでとう。そしたらちゃんと攻撃も当ててくれるはず。よし行くか。カーブバンダラ、まあ、柱いいね。ちょっとただずっと装備するのはあんまり、ってかレベルはなんか一回柱拾った回あったな前回な。悪くないんだけどレベル上げにはちょっと困難を期す。ここら辺のなんか別にガチレるやつらが出てくるところで柱をつける必要はないな。もっとやべえやつらが出てくるところでつけよう。また持ち腐れてしまいそう。光の壁覚えれるの俺。使えないねまあ別に使えたところであんまり変わんないけど。いて、あ起こしちゃった。2ターンあれば倒せるから大丈夫。ギャンブラーだね。進みましょうか。ちょっと待って、いきなり囲まれる可能性があるから。もうこいつ倒すか。そんな痛くねえだろ。ちょっと足踏みしてかかってこいよ。まあ軽いレベル上げになって、まあ、全然経験値美味しくないからな。かかってこいよ。プリンだろうがなんだろうが俺が相手してやる。ちょっとメロメロボディきついな。眠ったらメロメロの処理どうなるんだろう。解けないのかな。メロメロ溶けた。あ、眠ってる間にちゃんと溶けてくれるんだ。いいね。よし、キャタピー。キャタピーちょっと強いからいいや。移動しよう。経験値美味しくないし。清らかな森4回。さあ、アイテムを拾っていきましょう。まあ、ワープスイッチはそんなに悪くないな。むしろ移動の手間省いてくれてるような感じだから。たまたまの眠りもな、さっきの状況だとすごい嫌だったんだな。かレベル上がった。よし、泥かけも全然使えてないよなマジで。泥かけ使うのは8回なんだよ。8回まで生き残れなきゃ使う機会はない、うん、
箱拾えないかな。まあ、8回までにとは言わないけど、16回までに、15回ぐらいまでには錬金箱ちょっと拾えないと厳しいよな、攻略。よし、ベトベタフード、お金。あ、変なとこ移動しちゃった、ごめん。今調子乗って踏んだわ、いけるべって思って踏んじゃった。下に部屋あるのにあそこ向かわないと。よし、一撃、たまたまは倒す。催眠術使われたとしても大した攻撃してこないから、念力とかも使ってこないしな、こいつな。葉っぱカッターみたいな。よし、経験値美味しいね。お金、まあ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 、よし、移動しましょうか。 P、 P P いっぱい出てくるね。なんか行きましょうか。かわいいね。木浦金森5回。ポチ、ちょっとやっぱポチが危険だよな。危険分子だこいつ。よし、逃げ惑え民衆よ、逃げ惑うがいい。よし、金と、危ねえ今の、危ねえな。さあ逃げ惑うがいい。よし、いいね、光の玉。ちょっとまだ使わないかな。売るアイテム用に取っとくのも一つの手だな。ポチ、ポチ、もう逃げ足がすごいいいね倒しやすくて。逃げられた、すぐ催眠術使ってくるなこいつな。まあ、別にいいんだけどさ、いいんだけどさ、別に痛くもないから。他の敵がいる時にやられるとまずいよな。たまたま経験値いいからお前許してやってるけどな。あんまり調子に乗ってるとちょっと痛い目見るぞ俺が、うん、まあ、あのポチはいいや。清らかな森6回。なかなか長いですね。ちょっととりあえず20回くらいまでさ、1回出ないと話ならないよな。ちょっと1回広場に、ま、でご招待してから。広場だとこいつの AI バグるからこれメタ的な、これメタ的な作戦も使っていくからね。広場だと AI がバグるから逃げるやつを借りやすいっていう。むしろ普通は通路に引きずり込むみたいなのがオーソドックスな作戦だが、見てニドラン攻撃したら毒針刺さることあるからな、それもちょっと危険。食べ物はリンゴしかないな。一応ベトベタフードがあるけど、あー、ここで相手にしたいやつではない。あれどっか行った、鳴き声か。どうするかなこいつ。沈黙玉、戦いたくねえな。柱に装備するか。よし、華麗な撃破だったな。めんどくさいやつに対してこういう風に戦えるのはすごい、すごくいいですね。めんどくさい、絶対戦え、うえ、いて。ただ逆に言うと、コラッタは物理攻撃しかないから、ここもあしらいスカーフを渡しておけばどうにかなる。で、ここで俺の攻撃を畳みかけると、ジャストで倒せるという寸法だ。一応通路に誘い込んで。来んなよバカめ、バカめ。プープーなんでプーって言ったのか謎だけどビビったわ。なんでもありじゃねえかお前。
お前何でもありじゃねえか。移動しよう。角ドリラー、角ドリラートゲ、角ドリラートゲやべえマジで。ドリランドじゃん、ドリランド。あいつそういうことやってくるからな。そう、いいことに。ちょっと連結箱拾えてないからここは泥かけだな、単発で。ちょっとエレキットさっき電光石火でやられてるから、そこだけ気をつけるように。連結箱あんま拾えないくなっちゃったね。さっき拾えてたのにね、あんま使わなかったせいだね。お前欲しい欲しい言いながら使わねえじゃねえかよって、コケ団の神様に見放された。やべえ、めんどくせえことになったな。石つぶって投げとくか。これ10ダメージ当たんない。あ助かったわ。助けられたビリリ玉に。貫通か。ちょっと一応この HP だったら柱に装備しといた方がいいんじゃないかなとは言いつつも、俺は装備しないけど柱に装備した方がいいよな。移動しましょうか。お腹減っちゃうからね、あしらいはあしらいで。こんなとこでまで節約精神を見せてくのかって。よいしょ。移動しましょうか。トゲピー嫌だな。トゲピーに関しては、あしらいを装備しましょう。抱き声は通っちゃうんだ。甘えるは通らないけど。こう華麗な倒し方できるね。まあ仕方ないよ。こう、あーめんどくせえこと、あならないんだ。トゲピーって、トゲピーはアン、あってか指を振るはアンコールとかじゃないんだね。やべ腹がもう受け流せないぜ。ベトベタフードしかねえや。ちょっとお腹使いすぎたってのが正直なところで、オレンの実にするか。極限まで削ってオレンの実で、はいはいはい、そういう拾い方するもん。ちょっとこいつやだな、どっか行ってほしい。フラフラ投げよう。全然効かないじゃん攻撃。うわマジフラフラ、なん、あてか死んだわお腹で。もうリンゴを食べない。あーちょっとプレイ雑になってきたな。ちょっと待って、どうしよう、一旦休憩挟もうかな。休憩挟んだらまた来週のこの時間なんだよな。収録は、いやでもこれ取れねえわ、難しい。もう一回だけ挑戦するか。ちょっともう一回だけじゃないと来週のこの時間になっちまう。ここでやめると、ちょっとなんとかして20回ぐらい到達したいな。エアームの狩りすらできてないぜまだ。うん、行きましょうか。ちょっとやっぱアイテム持った、やめようかな、やっぱ今日やっぱやめようかな。うん、行きましょうか。何回死ねばいいんだこれ。あの多分パート1から俺が何回死んだかカウントしてると思うんで、はい、ちょっとさぞ楽しみにしといてください。俺が何度死ぬのかね。このダンジョン何回失敗するのか、俺多分ノーカットで全部流すから、全部動画にするからね俺は。覚悟してってね、おい覚悟しといてね。こんな同じ階層を何回も登る動画を俺は何度もやるから。仕方ないで、もう難しい、難しいし、鳴き声体当たり温存は良くないのかな。いや温存ありなんだよ、絶対ありだ、ありなんだよ温存は。うん、まあ、あとアイテムのツモよ、やっぱそこに著しく関わってくるってのかな。ちょっとやっぱ運の要素もねやっぱあるんですわ。いいアイテムが拾えるかとかっていうのを、ピーもガチロ、はい行きましょうか。
ベル上げてきつつだな。体当たり痛えな。もうなんか赤ゲージになっても何も思わなくなっちまったもん。一気中しなくなっちまった。2回そっか、まだつぼみこの HP で戦うのきついな。いや、ごめんなさい、やっぱりやめるわ。まあ、じゃあ次のパートでいつ撮るかわからない、次の収録はいつになるかわかりませんが、はい、じゃあそれでは次パートでお会いしましょう。どうしようか、一回ノアでやってみようかな、次回は。ちょっと今ノアでやってみていい？あー、どうなんだろう。ちょっとこれは、これはなかなか。一回ちょっと行ってみるべ。案外すげえ行きやすいかもよ。今までノアでやったことないけど。あ、チームメンバー減らさなきゃダメなんだ。ほい。行くか。どうよ。家押しちゃった。ごめん、なんか連打してるといつも家押しちゃうんだよな。はい、行きましょうか。清らかな森一回。ちょ、ノアでやるの初めてなんだけど、技何覚えてる？体当たり。お、 PP 面白いね、こいつ。お前面白い技覚えてんな。睨みつけるか。鳴き声、ただ鳴き声は全体攻撃ってのが強みだったんだけど。よし、あ、いいじゃん。ちょっと睨みつけるで倒していこう。経験値稼ぎつつ。オレンのみ。睨みつける体当たりね。睨みつける。防御力下げて。あー、でもやばいわ、これ。あ、ダメかもしれん。一応体当たりいっとく。仕方ない、これは。本当に睨みつける体当たり22回打ちたかったけど、まあ仕方ない。こればっかりは。多分、セロに比べて HP が低いね。倒せないな、4ダメージじゃ。体当たり使うか、仕方ない。うわ、レベル上がんないのか、しかも。よいしょ、厳しいかな。あー、負けたかな。ちょっとね、ノア難易度高いかもしれない。待って、水五郎の方が楽かもしれない、日の嵐より。はい、まあ、これも踏まえて、なんかすごい寝方するな、ノア。はい、じゃあこれも踏まえて、じゃあ次回どうするか考えておきます。じゃあそれでは次パートでお会いしましょう。さよなら、バイバイ。あー、五郎の方がなんか経験値の感じがな、水五郎の方がやりやすそうだな。